はしゃぐな。まだ全ての戦が終わったわけではない。 馬鹿でもおざんがだ天下全部つなぐおつもりなんでしょ。馬鹿じゃなきゃそんな馬鹿力出せませんって。ならば今後もその力に期待してやろう。馬鹿どん、じゃあお前も馬鹿力出してくか。望むところだよな。俺たちは馬鹿だぜ。 はしゃぐな。まだ全ての戦が終わったわけではない。 話になんないわ。知性のない男は全然ダメね。世の中不景気だし。
どんな子がいいかな。
おめでとうございます。
仲間外れみたいっす。そんなことあるわけないでしょ。あの子たち二人ともマサノリが大好きだよ。頭でっかちゃんすか。もちろん。ただ生きにくい子たちだからね。一人で考えすぎちゃうんだよ。じゃからお前は何も考えず二人にぶつかってやったらいいんじゃ。大人になるとな、言葉じゃ分かり合えんようになることがたくさんある。そん時は子供の時みたいに三人で殴り合いの喧嘩をせい。ドロンコになって言いたいこと言って三人でスカッとしたね。喧嘩は正則が一等得意じゃろ。おじき三人とももう大きいのにね。おかしい。へえ、家は賑やかなんか一番普通にありじゃろ。それにわしらがなしたんは皆が笑って暮らせるよ、なんちゃからな。しゃー先生、男福島正則、豊臣の家の喧嘩奉行のお役目、見事務め上げてやって。わかんねえ。つうか清正とも喜びを分かち合いたいよな。てか、そういやなんか最近気づくと一人な気がする。俺やっぱそうなのか。ちっ、くそー、なんだよ二人して。バカのくせにバカをバカにすんな、バカ。マサノリ、こんなとこにおったんか。死んじまった途端威張り腐りやがって。何様だっつーの。一回閉めてやんねえと気が済まねえ。お、悪いな清正、付き合わせちまってよ。いいさ、何にせよもう遅い。俺は腹くくった。徳川に従う。やっぱダメだろそれ。家守るために三成と戦うとか絶対ありえねえだろ。ずっと三人でいたからよ、三人いねえと落ち着かねえんだよ俺らさ。やっぱ三人じゃなきゃダメなんだよ。全然笑えねえんだよ。3人でいらんねえんだよ。あん時頭でっかち締めるっつって俺が暴れたからか。でもよ、ガキの頃よく喧嘩したけどよ、3人でずっとやっていけたじゃねえかよ。それ大人になってなんか理屈言って辛いの隠して戦するってバカじゃねえの。簡単じゃねえかよ、いつも三人でいたんだからよ。絶対三人でいられるはずなんだよ。本当によ。
がりは大阪に残された諸将の妻子を人質にするやもしれん。このまま我らの元を去り三つがりにつくとも構いませぬぞ。しゃらあのバカだけは俺が俺の手でぶん殴って目覚まさせねえとダメなんす。ガチでいやさん、どうか俺に、男福島正則に、どうか先陣切らせてください。頼む。生き恥を晒し回るなど、石田三成とはどこまでバカなのか。大将なら潔く自害すればよい。んだとこら、てめえぶっ飛ばされてえのか。大将だったら死なねえのが当然だろうが。バカで何が悪いんだ。最後まで何が何でも絶対諦めねえのが男だろうがよ。しかり戦進め。そしてその手で光りさす大地を切り開け。最強のバカ力ガンガン湧いてきてんだよ。今俺にできないことなんかなんもねえ。あいつら二人ともぶっ飛ばして思いっきり笑い飛ばしてやる。よっしゃ行くぜ、突っ走るぜ、やってやるぜ。俺らのバカ力だ。よっしゃ。最強の若力ガンガン湧いてきてんだよ。今俺にできないことなんかなんもねえ。あいつら二人ともぶっ飛ばして思いっきり笑い飛ばしてやる。よっしゃ行くぜ、突っ走るぜ、やってやるぜ。俺らのバカ力だ。よっしゃ。